初音ミク、プロジェクトディーバーマイナスは、セガより発売された音楽ゲーム。音声合成ソフト、初音ミクに設定されている、バーチャルアイドルのキャラクターを起用した、キャラクターゲームである。2009年7月2日にプレイステーション、ポータブル専用ソフトとして発売された。アーケードゲーム版、初音ミクプロジェクトディーバーアーケードが2010年6月23日より、稼働開始した。 2010年7月29日には PSP にて続編となる初音ミクプロジェクトディーバセカンドが2011年11月10日には初音ミクプロジェクトディーバエクステンドが発売された初音ミクプロジェクトディーバ F が発表され PlayStation Vita 版が2012年8月30日 PlayStation 3版が2013年3月7日に発売 また、F の続編となる、初音ミク、プロジェクト d ィーバ f ドが、スビタと PS3 で3月27日に発売された。2013年11月21日には前述のアーケード版バージョンアップである、初音ミクプロジェクト d ィーバーアーケードフューチャートーンが、正式稼働を開始した。2016年3月24日に、初音ミク、プロジェクト d e x が、 スビタで発売された。2016年6月23日には、プレイステーション o 4版、初音ミクプロジェクト Deva f u t u r ー t o n が、基本無料版と、有料追加版2種が、ダウンロードのみで発売された。同年8月25日には、X の PS4 版、初音ミク、プロジェクト Deva XHD が発売された。2017年11月22日には、 PS4 で、初音ミク、プロジェクトディーバフューチャートーンに、有料追加版2種ほ他、追加曲などが加えられた、初音ミクプロジェクトディーバフューチャートーンデラックス、パッケージ版として発売された。2020年2月13日には、任天堂スイッチ用ソフト、初音ミクプロジェクトディーバメガ 39S が、発売された。以下、プロジェクトディーバマイナスは、ファースト、 プロジェクト D バセカンドはセカンド。プロジェクト D バエクステンドはエクステンド。プロジェクト D バ F はすびた版が小文字の F。PS3 移植版は大文字の F。プロジェクト D バ F セカンドマイナスは F セカンド。プロジェクト D バ X は X。プロジェクト D バメガ 39S はメガ 39S で記述する。 同じくセガが発売の任天堂 t e ー d 3DS 用音楽ゲーム、初音ミクフューチャースターズプロジェクト未来については、該当記事を参照。2007年8月にクリプトンフューチャーメディアから発売された、初音ミクは合成音声による歌声を用いた演奏が可能な Windows 用のシンセサイザーソフトウェアで、 ソフトを使用して作成された楽曲の数々や歌声の主として設定されたバーチャルアイドルのキャラクターが人気を集めた。本作ではゲームの主要人物として初音ミクのキャラクターが登場し、初音ミクの合成音声による楽曲を使用したリズムアクションゲームを楽しんだり、ミクの衣装を変更したり、部屋でくつろぐミクの様子を観察したりすることを趣旨としている。 本作はあくまでキャラクターを起用したゲームであって、音声合成ソフトウェア、初音ミクの移植作品ではないため、合成音声による歌声を歌詞と、メロディから作成するといった DTM ソフトとしての機能は用意されていないが、もともと、初音ミクは歌を作るというソフトであることから、創作的なことができるようにという意図を込め、モーションを組み合わせて、 初音ミクが歌い踊る映像を作成したり、自分で用意した音源を用いて、独自のリズムゲームを編集するゲームモードが用意されている。メインビジュアルには、初音ミクのキャラクターデザインを担当した K を起用している。作中には、ミクのセリフもあり、合成音声ソフトウェア、初音ミクに歌声ライブラリーを提供した声優、藤田咲が出演している。 初音ミクのモーションアクターは、小倉優衣が担当した。本作では、ウェブ上での CGM が、中心的な役割を果たした。初音ミクのブームを反映して、ニコニコ動画を通じて発表され、話題を集めた楽曲や、ファンによる創作から生まれた設定や、関連キャラクターなどもゲーム中に取り入れられた。また、クリプトン社が運営する投稿サイト、ピアプロとのコラボレーション企画として、 本作のための楽曲やコスチューム、ローディング画面などに使用される、イラストの募集も行われ、ゲーム内に使用されている。募集企画には2000通以上の応募があり、盛り上がりを見せた。ファーストの発売後は1週間で10.1万本を売り上げ、メディアクリエイト調べの全国、ゲームソフト販売ランキングにおいて、週間2位を記録した。セガによるアンケートの集計結果では、 ニコニコ動画や公式サイトで本作を知ったという回答が多数を占めたといいインターネット上の盛り上がりを追い風にできたことが大きな反響につながったと考えられているリズムゲームではミクを最後まで歌わせることが目的となっている 3D キャラクターで描かれた画面上のミクが歌い踊る中画面上に表示されている灰色のターゲットアイコンに 画面外から飛来するメロディアイコンが重なる瞬間を狙ってアイコンの形状と同じボタンを押していく。成功するとミクの歌が流れ続けるがタイミングを間違えるなどして失敗すると歌が途切れてしまいゲージが減っていく。ミスが続いてゲージがなくなるとミステイクとなりゲームオーバーとなる。またチープの評価も同様である。楽曲の途中には チャンスタイムと呼ばれる得点ゾーンがあり、この間にボタンを押し間違えずに連続して、成功を重ねることで通常より大きな得点ボーナスを得ることができる。一定の評価以上でクリアすることによって、アイテムやコスチュームを獲得したり、プレイ可能な曲が増えたり、リズムゲームの背後に流れているミクの映像をゆっくり鑑賞したりすることができるようになる。また、セカンドでは、 方向キーの操作と長押し、同時押しが追加されている。F では、すびた本体に搭載のタッチパネルの機能を用いたスクラッチ機能が追加されている。また、メガ 39S には、任天堂スウィッチのコントローラー、ジョイコン2本を両手に持ってプレイするミックスモードがある。プレイできる楽曲については、収録曲を参照。本作では、 ミクの衣装を着せ替えたり、プレイヤーキャラクターの外見を、ミク以外の人物の外見に変更することができる。変更することができるキャラクターとしては、ボーカロイド技術を使用したクリプトン社製の商品、鏡音、リン、レン、メグリネルカ、カイト、メイコ、及びファンによる創作から生み出された関連キャラクター、ヨワネハク、ア、キタネル、サキオンメイコが用意されており、ミクに代わって、 これらのキャラクターを操作することもできる。ファーストの場合、ミクの衣装は、デフォルトのコスチューム以外に39点が用意されており、衣装の数は、39がミクと読めることに由来する。これらの衣装には、ピアプロで本作のために公募された作品が多数、収録されているほか、セガの他ゲーム作品に登場する人物、スペースチャンネル後の、うららや、 戦場のバルキュリアのアリシアの衣装を模したコスチュームが登場する。セカンドでは、ファーストで登場した衣装と、リン、レン、ルカ、カイト、メイコの衣装も用意されており、さらにボーカロイドの著名イラストレーター書き下ろしのモジュールも用意されている。また、セガの他ゲーム作品に登場する人物、エンド・オブ・エタニティのリーンベルや、 バーチャファイターのサラ・ブライアントの衣装を模したコスチュームが登場する。エクステンドではソニック・ザ・ヘッジホッグの生誕20周年を記念したコスチューム、電脳戦機バーチャロンのフェイエンを元としたコスチューム、レーシングミクのコスチュームも収録される。ミクの住む部屋にはゲーム内で獲得したアイテムを飾ることができる。また、セカンドではリーバルームに進化し、 それぞれのキャラに部屋が持てるようになった。エディットモードでは用意された振り付けや背景などを楽曲と組み合わせて編集し、ミクのプロモーションビデオを作成することができるほか、作成した映像にリズムパターンを加えて、独自のリズムゲームを作成することができる。楽曲はゲームに収録された曲以外にも、MP3 データの曲を使用することが可能である。 振付は用意されたモーションを組み合わせていくことで作成する。この機能は自分で作成した映像を配信するなど創作ツールとしての機能が意図されており、またゲームを一通り遊んだ後も長く楽しめるようにという狙いが込められている。さらに、セカンドではモーションの数が増え、より長い曲の編集が可能となっている。また本作には、 非公式ながら、ミクの背景を、ブルーバックにする機能が用意されており、ある程度の動画編集技術があれば、ゲーム外の映像と組み合わせて、黒巻合成の素材とすることも可能である。PSP 時代の収録曲を多数リメイク。プロジェクト DevaX の PS4 版。PlayStation VR 対応。このゲームの特徴として、クリプトンボーカロイドを使用した楽曲のみが、 収録されている。よって、反響曲や他者ボーカロイドを用いた楽曲は一切収録されていない。ファーストは収録される楽曲のうちゲーム中に使用されているのは合計39曲で、衣装と同様39がミクと読めることに由来するというリズムゲームで、 プレイできる曲として、ニコニコ動画など、インターネット上で発表され初音ミクのブームを盛り上げたとされる、人気楽曲が収録されているほか、多数のアニメやゲームの主題歌を手掛けていることで知られる、はたあ前かみまえあきらの楽曲が収録されている。39曲のうち7曲は、ピアプロで本作のために公募された楽曲で、通常のリズムゲームの楽曲としては使用されないが、 スタッフクレジットなどで使用されるほか、前述のエディットモードで使用することができる。上記の39曲以外に、ゲーム中では使用されないが、エディットモードで使用できる曲が7曲用意されている。一方、セカンドの場合は、全55曲。ファーストからの再録曲が15曲。 エディット専用楽曲から昇格した楽曲が2曲、セカンドで新規収録した楽曲が30曲、公募で選ばれた楽曲が計8曲となっている。エクステンドの場合、セカンドでのダウンロードコンテンツも含めて再収録され、エディット楽曲を3曲含まれて全40曲収録。F の場合は全て新規の楽曲であり、 AR ライブ、エディットに使える楽曲を含めて全36曲 PS3 職版は楽曲を10曲追加して全46曲収録 f セカンドの発売を前にエクステンド以前を対象にしたモジュール楽曲復活総選挙を実施この結果楽曲部門で最多得票を獲得したロミオとシンデレラとモジュール部門で最多得票を獲得した カラフルメロディが復活した。F セカンドは過去収録した楽曲をリニューアルして再収録の予定。アーケードではアーケードが初出の曲、アーケードしか収録されていない曲がある。一例として星屑ユートピアはセカンドのダウンロードコンテンツにも収録されているがアーケード版が初出である。一般公募曲やキップルインダストリーなどの最近の追加曲も PSP 版、PS3 版、PSB タ版には収録されていなかったが、アーケードを移植した PS4 版、プロジェクト d ィーバフューチャートーンが発売されたことで、こちらにのみ収録されている。初音ミク、プロジェクト d イナスには、数種類のマーカーが存在し、それぞれ仕様が違う。店舗別に多様な予約特典が用意され、ゲーム本編同様、 ユーザーの創作から生まれた事柄を反映したグッズも含まれている。ファーストの場合、ネンドロイドプチのみ、全店共通である。好評だったため、でっかい、お買い得版で復刻することが決定した。セカンドの予約特典として、ネンドロイドプラス、初音ミクチャーム、エクステンドは、スペシャルコラボ CD、F はデザイン保護フィルム、PS3 移植版、F は、 予約特典として、初音ミクラバーストラップが同梱していた。F セカンドは予約特典が異なる。アーケード版の初作となる、初音ミクプロジェクト D バーアーケードは、2010年6月23日から順次正式稼働を開始。本作のロケテストに先駆けて、ゲームに使用する楽曲やコスチュームなどの作品公募がニコニコ動画やピアプロを通じて行われた。 ロケテストは2010年1月に東京都内数箇所と神奈川県内の2箇所で行われ、2010年2月には青2010アミューズメントエキスポに出品された。筐体やゲーム画面上でのタイトルロゴはプロジェクトディーバーアーケードとのみ書かれているが、商品の正式名称は初ネミクプロジェクトディーバーアーケードである。筐体はボーダーブレイクや シャイニングフォースクロスで使用されているリングエッジ用の汎用筐体を採用しているが遊ぶ際に原則椅子は使わないためアップライト筐体扱いをされている音楽ゲームとしては珍しくヘッドホンジャックが標準装備されておりタッチパネル上で音量調節も可能であるデザインはトリップショッツが担当したごく一部の店舗では プレイヤーやそれ以外の客へのアピールのために、プレイ中の映像を映し出すライブモニターを筐体に、接続、稼働させたり、プレイヤー個人による鑑賞を目的とした、録画サービスが行われている。IC カードによるデータ保存が可能で、IC カードでプレイする場合は成績に応じて、ポイントが付与され、稼いだ VP を用いて、モジュール、スキン、 デコレーション称号を手に入れることができる。タッチ式、カードリーダーで読み込みを行い、IC カードのほか電子マネー付き携帯電話を使ってデータ保存をすることも可能なほか同様のシステムを採用している、セガネットワーク対戦マージャン MJ4 エボリューションの IC カードや戦国対戦よりサービスを開始する、エメ対応のエメカードとの相互利用も可能である。 2011年11月1日からはバンダイナムコアミューズメントのバナパスポートカードにも対応となったほか2018年10月25日からはコナミアミューズメントの E アミューズメントパスにも対応となった2011年1月27日にはバージョン A としてバージョンアップが行われ以降は本作も M に正式対応となっている またこれまで、プロジェクト D バーアーケードロゴから離れて、右下に書かれていた、初音ミクロゴが左上に移動し、筐体や公式サイト上でも、初音ミクプロジェクト D バーアーケードと続けて、読めるようになっている。さらに2012年7月5日には、バージョン B として、再び、バージョンアップが行われている。2013年には稼働開始3周年を記念として、 大規模バージョンアップ版となる、初音ミクプロジェクト d ィーバー r c a ー e f ー t u r e t o が発表され、5月25日、26日より、ロケテストが行われた。新しく、アーケード基板には、ニューを採用。筐体デザインは、STA が担当し、タッチスライダーと呼ばれる新規入力デバイスの追加、PV 分岐機能、モジュールパーツが、等顔、胸元、 背中の4箇所にそれぞれ付けられるなど大きな進化を遂げる。2013年11月21日に正式稼働を開始。2014年7月17日にはバージョン A としてバージョンアップが行われ指定された課題をクリアすることでコレクションカードを獲得できるクエストモードや打ゲームにあるハイスピードやサドン、ヒドンなども実装された。 2014年10月2日現在の収録曲は182曲。ネットワーク利用での楽曲配信が定期的に実施されており、配信回数は40回以上に上る。159曲になった現在でも削除曲は出ていない。また稼働から4年以上経過した現在でも隠し曲の概念はなく、一部の曲に、 イージーやノーマル譜面がないのを除き全曲全譜面が普通にプレイ可能である。2016年2月18日にはバージョン B としてバージョンアップが行われおすすめモジュール設定やスペシャルクエストなどが実装されたほか次曲プレイ保証の保証回数制限が撤廃されハード並びにエクストリームにおける保証回数は無制限となった。 プレイする場合の大まかな流れは次のようになる。筐体に M カード、初音ミクプロジェクト d ィーバー r c a IC、カード、バナパスポートカード、アミューズメント IC 対応の E、アミューズメント、パスカードのいずれかをタッチする。モードを選択する。遊ぶ、楽曲、難易度を選択する。曲をプレイする。結果画面が表示される。Deva、ネットとは、 初音ミクプロジェクト D ーバーアーケード向けのネットワークコンテンツサービスである。ただし、あらかじめ筐体でパスワードを設定しないと利用できない。利用は三国志大戦の三国志大戦。ネットと同様に無料。かつては利用権が設定されており、完全有料制のコンテンツサービスと異なり、利用権が切れても閲覧できる情報が制限されるのみで、 情報などが完全に喪失することはなかった。アーケードゲームと連動しており、以下のようなサービスを使用できる。サービスはパソコン向けサイトと i モードヤフや風景帯、イスウェブ、スマートフォンに対応した携帯電話向けサイトがある。以前は利用権が設定されており、すべての機能を使うには、10プレイを行った上で30日間の利用権を獲得するか。 クレジットカード決済などによる30日間の利用券を購入する必要があった。ただし、ボーダーブレイクの BB ネットや MJ シリーズの MJ ネットとは異なり、有効期間は最大60日に制限されていたほか、クレジットカード決済などによる利用券の購入は利用券が0日の場合のみしかできなかった。新型コロナウイルスの影響により、 セガは2020年4月21日に利用券購入の停止を発表したほか、同年4月22日の7時から7月31日の7時までプレイしていなくても利用券を付与することを発表した。その後検討した結果、セガは同年7月31日に利用券自体を廃止し、ディーバ、ネットを完全無料化することを発表した。画像ショップについて、 定期的にコンテストが実施されており、同報酬で、VP、銀報酬で、スキン、金報酬で称号を獲得できる。ただし、コンテスト中に同一曲を選ぶことはできない。これまでのコンテスト、初音ミクプロジェクト d ィーバフューチャートーンは2016年6月23日より、PlayStation アで配信された、PlayStation 4用ソフト。プロジェクト d ィーバ FT と略される。 アーケードゲーム、初音ミクプロジェクト D バー,アーケードフューチャートーンを PS4 向けに最適化して移植したリズムアクションゲームである。無料のプレリュードと2種類の追加パック、フューチャーサウンド、カラフルトーンが同時発売される。なお、追加パックを両方ダウンロードすると髪型カスタマイズとサバイバルコースが追加される。 従来のシリーズでは、モジュールを変更すると服装と髪型が連動して変更されたが、髪型のみを独立して変更できるようになる。サバイバルコースは上級者向けのモードで複数の曲を一本のライフゲージで連続して演奏するモード。画面の解像度はオリジナルであるアーケード版は 720p だったが、 PS4 版は 1080p で 60fps とより高解像度、高画質になっている。また、シリーズ初のプラクティスモード、キーコンフィグを搭載している。PV 鑑賞モードでは、リズムゲームの背景で流れる PV のみを鑑賞することができるモードで、一時停止して、フォトを撮影することができる。撮影したフォトは壁紙にすることもでき。 PS4 のシェア機能にも対応している。AC 版の特徴だったタッチスライダー操作はアナログスティック、L、R ボタン、タッチパッド、モーションセンサー機能のいずれかで代用する。2017年11月22日にはプレリュード、フューチャーサウンド、カラフルトーンを一つにまとめ、追加曲、追加コスチュームなども加えられた。 初ネミクプロジェクト d ィーバフューチャート o ンデラックスがパッケージ版として発売された。開発、プロジェクト d ィーバアー r ー a d シリーズの6年の歴史で追加されていった200曲以上の楽曲、300種類以上の衣装を永久保存版として家庭用ゲームに残したいということから PS4 版が実現した。2つのパックに分割した理由としては、 家庭用のプロジェクト D バシリーズを買っていたユーザーが同じ曲を買い直さなくてもいいようにアーケード版と 3DS 版の楽曲のみを安価に購入できるようにしたとされている PS4 のコントローラはアーケード版のデバイスと異なることからサポート機能がオプション形式で導入されたほかキーコンフィグ機能やプラクティス機能も追加されたファーストを プレイステーション3系ユでプレイすることにより、ハイモデルでのゲームプレイや PV 鑑賞ができる、オンライン配信ソフト。容量の関係上、PSP 版ではイラストのみの構成となった、イエバンポルッカ、あなたの歌姫、エレクトリック、エンジェル、初音ミクの消失、金の聖夜創設に口手が PV ありで、プレイ可能となる。なお、桜の雨に関しては、プレイできない。 2011年8月4日には、初レミク、プロジェクト d ィ v a ドリーミーシアターセカ n d の配信が開始。もちろん、d ィ v a First に収録されていた曲も使用できるため、前作を購入する必要はない。また、d ィ v a First で収録された曲を使用し、d ィ v a Second で収録されたモジュールを使用することも、可能となる。また、DLC にも対応しているが、 アイドルマスターとのコラボレーションは権利上の理由により使用できない。また、クリスマスモジュールはアーケード版に準拠している。また、d t セカンドでは PV 鑑賞時に限り 3D 映像に対応している。2012年9月13日に配信開始。初音ミクプロジェクト d ィーバエクステンドの楽曲とモジュールに対応。使用できる楽曲は、 エクステンドのみで、全2作にあった、ディーバファースト、ディーバセカンドの楽曲は収録されていない。ただし、ディーバファースト、ディーバセカンド、ディーバエクステンドのモジュールは収録され、アーケード版でしか使用できなかったモジュールも6種、追加し、全170種類のモジュールが使用可能になる。本作には、ライブ鑑賞モードが搭載されている。 ライブ鑑賞モードは鑑賞中に使用する楽曲は全11曲であるがアップデートのバージョン1.01により12曲となる。また鑑賞前に楽曲の登録、編集ができる。d t セカンドと同様の 3D テレビに対応している。ただし d t セカンドと同様にアイドルマスターのコラボは使用不可。ドリーミーシアターシリーズ最後の作品でもある。 初音ミク、プロジェクトディーバ、オリジナルソングコレクション、ファーストのために新規制作された13曲を収録したサウンドトラックアルバム。2009年7月22日に、ランティスから発売。ザ・シークレット・ガーデン・ディアー・ココア・ガールズ・ビロード・アラベスク、ラブリスト更新中。今夜と森と魔法の歌いの歌うのちスウィート、ドロップス・マージナル・ファーラウェイ・スター・ストーリー・荒野と森と、 魔法の歌。命の歌ザ・シークレット・ガーデン初音ミク、プロジェクト・ディーバー・アーケード、オリジナルソング・コレクション・アーケード版の楽曲を収録したアルバム。いずれもドワンゴ・ミュージック・エンタテインメントから発売されたが、内部レーベルが異なる。初音ミク、プロジェクト・ディーバー・アーケード、オリジナルソング・コレクション・アーケード版の楽曲を収録したアルバムの第1弾。2010年7月7日に、 ムアから発売。どうしてこうなったシンフォニックダイブ、ディーバイディットナイトメア、パーティーナイト狼ガールペリコスペースシッパー片思い、サンバサヨならグッバイ放火歌姫、ディスラプティブディーバスターライトリディアン。リンクコイノート、ジグザグマジカルサウンドシャワー、初音ミク、プロジェクトディーバアーケード、オリジナルソングコレクションボリューム2アーケード版の楽曲を収録したアルバムの第2弾。 2011年10月26日に、ドマーツから発売。タイムリミットホーリースターマイナス2 0 1 0ィーバミックス、メロディー、サチュレーション名的、サイバネティックスピンクムーン透明水彩色ハウタタ,タジュー、未来のカルテット、カルテットテーマ、マスターオブパペッツペインでエリア星を作る人そ、マッチラビングユー、ディーバイディット、ジュゲムシーケンサーサー、どっちスータのマイ。 ダンスオブメニーイクエーション、嘘つきベティアイヤホシジン迷子ライフハイスクールデイズ、ディーバエディットソイヤッサー。ブレイクダウンゲ、毎月エータン、初音ミク、プロジェクトディーバ、セカンドノンストップミックスコレクション、セカンドの楽曲をノンストップミックスしたコンピレーションアルバム。ミックスは、サオリリスが担当したミュージックビデオを収録した DVD 付き。 2010年7月28日にソニーミュージック、ダイレクトから発売。イントロこっち向いて、ベビーカラフルメロディー、初音ミクの激唱恋色病棟クローバークラブ、ポッピッポー巨大少女本とはわかってるマナ言葉、ダブルラリアットカンタレラロシン誘拐サウンドメルト、初めての恋が終わるとき初めての音心右肩の超、プロミス、チェンジミーボイスファインダー。 Just Be E Friends Innocence Yellow カラフルメロディ初音ミクプロジェクトディーバエクステンドコンプリートコレクション初音ミクプロジェクトディーバエクステンドの収録曲を収録したコンピレーションアルバム2011年11月9日にソニーミュージックダイレクトから発売ラインナップトラック012010年5月25日発売 トラック022011年2月25日発売。トラック032011年6月29日発売。トラック04発売日未定。ボーナストラックワンダーフェスティバル2010夏限定発売。なお、メイコスタイル、リンスタイル、ギャラクシー、ピースタイルはラインナップから外された。ギャラクシーについては、発案者の119から、 許諾が得られなかったためとされる。ゲームのリダイレクト記事、初音ミクプロジェクトディーバアーケードに関するカテゴリー、初音ミクプロジェクトディーバセカンドに関するカテゴリー、初音ミクプロジェクトディーバエクステンドに関するカテゴリー、初音ミクプロジェクトディーバエ f に関するカテゴリー、初音ミクプロジェクトディーバエ f に関するカテゴリー、初音ミクプロジェクトディーバ f ドに関するカテゴリー、初音ミク、プロジェクト d ーバ X に関するカテゴリー、初音ミクプロジェクト d ィーバフューチャートーンに関するカテゴリー、初音ミクプロジェクト d ーバ XHD に関するカテゴリー、初音ミクプロジェクト D-BA Mega 39S に関するカテゴリー、音楽のリダイレクト記事、初音ミクプロジェクト d ーバ、オリジナルソングコレクションに関するカテゴリー、初音ミク、 プロジェクトディーバーアーケードオリジナルソングコレクションに関するカテゴリー。初音ミクプロジェクトディーバーアーケードオリジナルソングコレクションボリューム2に関するカテゴリー。ありがとうございます。